はい、黄金線のことでございます。メリークリスマスというところで、今日は12月25日クリスマスでございますね。はい、皆さん昨日はどんなクリスマスイブを過ごしましたでしょうかというところで、いやー、昨日渋滞にはまってみんな急いで帰ろうとするんですね。もう全然帰らんかった。帰らんかったってなんだろう帰れなかった。はい、でさ、そんなところで朝の東京行きたいなと思うんですけども、まずは、何から行こうかな。もうネクドリっすかね。はい、ネクドリ。いや、松山くんね、引いていこうと思ったんですけど、ちょっと捨て微妙ですよね。で、悩んでしまって、これいるんかなっていうのと、使うのかなみたいな。まあ、技シュートだから、今そんなね、松山君でシュート打つこともないので、まあ行っちゃったなっていう、いわゆるね、あの自動パスカットもないしなみたいな。でバイタルと中エリアっすよね。だからトーマさんも動画内で言ってましたけど、サイド起用はできないんで、まあどうするかってとこですよね。はい、あ、これじゃないわ。まあ一応仮では準備はしてあって、こっちじゃないか、力海外、力そう、年明けようっていう準備はしてたんですけど、まあ今これ力日本でやってるんですけど、1,2,3,4,5 ですよね。で、技が結局若島で使わなきゃいけないんで4人なんで、まあ、仮に、まあ、これが日向君だったとすると、まあ、こうなるわけですよ。で、じゃあディフェンダーそのまま誰やろうかってなった時に、まあ、困るんですよね困るのかな、どうなんだ、困らないのかな。即が欲しくなるから、まあ、こういう感じなのかな。葵くん、まあ両方取れたとして、葵くんが来てこうで、ここヒューガでみたいな。で、絆は分からないですけど、まあこんな感じ、まあ、仮に悪くても45、ただそうですね、悪くても45みたいな感じなのかな。多分 3.5 よりは低いってことないと思うんで。で、この石崎くん美味しいのが、どこまで行ってもこの人 3% なんですけど、 1% 2本パプラスされるので、でこれが 3.5 なんですよね。だからどっちかが 4.5 でどっちかが 3.5 でガードだとは思うんですけど、まあなので、まあ結局この45をおそらく下回ることはないだろうと。で、今これで46、これで 47.5 というデッキの中で、これが力になって、まあ仮に力になってしまうと、そうですよ、若島さんも働かなくなっちゃうんですよねそう、そこが問題、そう、そこが問題なんですよ今。困ってまして、で、デッキのスタメンを、まあこれをちょっといろいろいじって、技2本、まあ新田くん、新田くんダメか、誰ならいいんだろう、連れてきて石崎は連れてきちゃダメ、誰なら連れてきていいんだっけ。これがね、結構難しいんですよ。この人は、あ、22、いつも覚え、この22と23ってややこいからやめてほしいんですけどね。あ、とりあえずこの子を連れてこようか。伊賀はね、連れて使わないから、まあ、とりあえずこうこの辺ね、仕分けようで、あと技1人か、技1人ね、技23を1人召喚、森崎でいいのか。で、森崎、まあ、仮に召喚したとして、で、これで23で、これでこっちに組む、変えること、組み替えることもできるんですよね。で、今技そのまま使ってたか、そう、こうこうして、こうしてやって、こうしとくとこうしとくと技2本で、まあまあまあ組むこともできるんですよ。なので、まあどっちがいいかなっていうので、まあちょい悩み中。だから翼くんをどっちがいいかなっていうところなんですよね、自分的には。で、まあ葵が取れたとして、まあこうなるのかな、まあこうかもしれないけど、ただ3バックがな、全部力っていうのもちょっと嫌だな。
でも葵が即なので即時刀を入れとかないとダメか。即2本時刀いた即時刀入れて、はい。でまあこれが技になったので、クラブですから、まあ今ねクラブじゃないけどちゃんと技のクラブでしょうか分かんなくなるから、まあ仮に日向君にしておこう。そうこれでいつもね微妙に合わなくなって混乱してるんですよ。まあこれいこう。あ、日向がそこにいた。こうして、まあ、仮に仮にこう来てこう来て、まあ即の葵を入れればいいんですよね、とりあえずね。だからそう、葵くんが今ここにいるんですよ、そういえば。なのでどうしよっかなっていうので悩んでいます。はい、まあ、この人この人、まあいいや、この人でも大丈夫んですけど、あ、技のスロットが足りない。まだ技連れてこなきゃいけないのか。あれどうだったかな、あと誰か技連れてくれば。すいません、朝から何をやっ、クリスマスに何をやってるんだっていう、そう松山の話からの派生なんですけど、そう技2本誰連れていけばいいんだっけ。すいませんね朝からね。まあでも葵が入れないから、そう浦部か、そうだ浦部だった、浦部をまあまあこの辺、ああこの辺か、まあ、仮にねこうして、まあこれで技2本、即葵、そうここの1枚を誰にするかっていう悩みがね、まあ出てくるんですよね。まあ、こんな感じでもいいのかなとは思ってるんですけど今のところ、はい。まあちょうどね入ってないのがこうだから、ここと ここですよね、はい。うん、だから絆的にはこんな感じになるのかなと。まあ皆さんはどう組むかね、人それぞれかなと思うんですけど、なので力の日本でやると、まあまあ正雄くんもいるしなみたいなところと、意外と結構難しいのが 1,2,3,4,5 なのか 1,2,3,4,5 なのか、ここが即速で多分固まると思うんで、そうなんですよ。なのでマッツンはやっぱ技のままじゃなきゃいけないなっていう、自分の結局松山をテレコにするのか翼をテレコにするのかっていう考え方で、多分年明けの組み方になると思うんですけど、多分今のままだとこっちの松山を使っていきたいなっていう。ただあの技4人で、こっちも技4人なんですよね。なので必然的に技4人は必要になると。でヒューガが技なので必然的に3人は埋まるので、あと1枠技っていうところで、まあ、翼なのか、翼技で力をもっと増やすっていう風にはできづらいんですよね、なかなかね、なかなかねとかそう困っとりますね。なので極論でいくとこれもできるんですよね、多分このデッキ。はい、ちょっと下がりますけど、サポーターズでね、サポーターズでこう石崎くんね、フェス石崎を召喚するパターンとかもできるんで、まあもしくは普通に力でやっていくか、悩みどころですね。まあこういうパターン、この子ね決してあの自分は悪いキャラだと思ってないので、はい、対戦したことある方ならわかると思うんですけど、マサオくんの力いい仕事すると思うんですよね。ちょっとスタミナに難があるのがねどうなのかなと思うんですけど、はい、これで 40.5 で、まあ、44.5 とかで、ここで 2% とか上がると思うんで 46.5 のこう48とかね、こう組めるんじゃないかなと、こういうデッキでも、はい。なのでやっぱり皆さんどうすか松山くんっていうねすげえ朝これで何分使っちゃったの、はい。まあ朝ねデッキのカチカチしてるんですけど、超フェスの属性がすでに先に分かっちゃったんで、これいるんかなと。すいません、これそして音大きかったかなすいません、ボリューム大きかったら申し訳ない、ボリューム調整してなかった、はい。だからネクストドリームの松山くんがいるん
のかなっていうのにすごいな、あいるんかなっていう。でもなんならパスカルの方がいいんじゃないかなと思ってたりもするんですけど、パスカルねどうやっても多分自分の今のデッキでは絆が入らないんですよね、パスカルね。即属、この人の絆の条件が即属性クラブの選手が2人、そうそう即属性クラブの選手、即属性クラブの選手、あなるほど、葵くんいたら入るのか、ただデバフなんだよなとか思って、まあねえシークレッツパスカルが誕生するところだったんですけど、シークレッツ、ステルスか、まあ自分でよくシークレッツって言ってますね、はい、うん、今隠れてる、そう秘密なキャラクターでシークレッツ、そうステルスね、ダブルステルスもやれるっちゃやれるんですよね。まあまあでも引いてね調子いい方どうですか、松山君引かれて使ってみた方で技の松山君も両方使ったことある方いかがですかね、使用感的に。まあやっぱり多分まあ技の松山の方がいいのか、力で真ん中で置くってことは多分三崎、今のこのデッキで言う三崎翼松山正雄のこのねあの四角形の中に入れなきゃいけないんで、ってところですよね。まあでもあのね前々から言ってる翼、三崎、葵、これの3人が使えてるんで、まあこの3人が使えるデッキであればいいかなというので、多分試行錯誤してっていうのと、トレンドデッキに対して中盤の組み合わせの相性っていうのを考えると、まあここ力翼くん力力でたけしで速で固めるよりは3色持っといてもいいのかなと。まあねだいぶね1年経って、長筆の翼くんもだいぶきつくなってきてはいるかなと思うんですけど、まだまだねスタミナが減ればやっていけるキャラクターなので、はいっていうところで、そうネクドリ今回ねあのトーマチェック、いやなんか心配だわと思って、トーマチェック見てからにしようと思ってトーマチェック見たら、やっぱ案の定トーマさんもあんまりいい見解をしてなかったなっていうところで、使うかなっていうのと、そのチームスキルのところからすると今はどうなんだろうなっていうところで、クリスマスイブにそんな悩みを抱えながら、まあちょっともうちょい4数見てランクマとかで実際対戦してみて強えなとか感じてからやろっかなと。多分おそらくあの松山君を手に入れたから急激に自分のデッキが強くねなって勝率が 5% 上がるとかではないと思うので、まあだったらこのままね超フェスに移行してもいいんではないかなとちょっと思っておるところでございます。はい、すいません、あの最初冒頭のところうるさくて聞こえなかったかな、そしたらカットしとかないと、はい、カットだって確認しておきます。いやー、今までねネクドリそんな悪くなかったんですけど、今回はなんかそこまでこうおお行くぞみたいな感じにならないですね。はい、まああと2まで今24日夜11時ぐらいなんですけど、そうあのもうねあのお腹が苦しすぎてもう寝ますわっつってね、もうどんどん、先にね、今日はねちょっと早めに私も就寝しようかなと思って早めにねちょっと撮影してるんですけども、まあ皆さんねクリスマスどんな感じでお過ごしされてるかというところで、いろいろねまあこういう時はね、まあ、やっぱ家族サービスとか恋人さんとか、まあ、お仕事の方はお疲れ様ですというところで、はい、まあ明日のね25日の朝からもねまた働く方もいっぱいいらっしゃるかなと思うんですけども、はい、まずはねゆっくり休んでいただいてというところで、まあ朝もでもこれ朝トークだから今日も頑張ってくださいか。はい、あとね今日早いところだと今日仕事納めの方や今日で仕事納めにしちゃって残り有給消化とかねしてる方とかいらっしゃるかなと思うんですけども、もういよいよね、まあ、の会社行かれてる方もで、暦通りの方はもうあと1回か2回行ったら終わりの方多いんですかね。はい、さあ、そんなところでもう超フェスまではでもあのおまけドリフェス、おまけミニドリフェスのお知らせとか来てなくて、もう本当に何でしょうね、まあ、サンタのプレゼントしか書いてなくて、このままチョフェス行っちゃうのかなっていう感じもあるんですよね。またなんかお知らせがもうちょっとね週明けこれやるよとかもなかったんで、ちょっとわからないですねっていうところが自分の感想でございます。
はい、まあ、ちょっとね多分もしかしたら25日になったし、サナエさんざい来た瞬間ガチャなんか来るかもしれないし、まあ、月曜日ねいずれにしてもなんか来るかなと思うので、今日はこの辺で終わっていきたいなと思います。はい、さあ、そんなところでいつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆様良いクリスマスをお過ごしください。